はい、今日はゲストの宮部小牧先生をお迎えしておりますので、オペラ歌手について根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。宮部小牧先生、自己紹介をお願いいたします。はい、ソプラノの宮部小牧です。よろしくお願いします。はい、今どちらで教えていらっしゃいますか？はい、今、先生と武井先生と同じフェリス女学院大学と、あと聖徳大学、それから専属学園音楽大学を3カ所で教えています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、いつもは別の方にインタビューしていただいているんですけど、私が宮部先生をインタビューしちゃおうと思います。まずその、オペラ歌手ってどうやってなるのかしらというのを聞いてみようと思います。すいません、オペラ歌手に日本でなる人ってどんなキャリアをこう積まれてオペラ歌手になるんですかね？はい、もう最初からオペラ歌手になろうと思ったわけではないんですけれども、その辺にいる合唱の好きな小学生だったんですね。それでもっと歌いたいとなって、地元の声楽の先生を母が探したんですけれども、それで中学1年の時から個人レッスンに通い出して、で先生の導きに従って、じゃあ芸大受けようかってなりまして、でなんとか大学院まで行きました。じゃあ東京芸術大学をご卒業ということですね。やっぱり皆さん音楽大学に行かれる方が多いんですか、オペラ歌手になる人は？まずそうだと思います。音楽大学を出さえすればなんか皆さんこうどんどんお仕事来るみたいな、そんな感じなんですかね？そんなに甘くはないと思います。多くの方その後どういう、そうです、歌はどうしても遅咲きというか、ピアノとかバイオリンとかそういった楽器ですと、小さい、方でもすごく素晴らしい技術を持って演奏されるんですけど、声楽はもう楽器が体の中にあって、でこれを鍛えるのに何年かかかるんですね。留学中にもやっぱり7年から10年かけてフェアティ出来上がるんだよっていうのは言われましたね。ということは留学されていらっしゃった？はい、そうです。ウィーン国立音大の方に留学しまして、3年半、4年ぐらいいました、それは大学を出てすぐ留学をされたんですか？大学院に、在籍したまま、一応2年間課程は終わってたんですけれども、そのまま留学をして、で、ちょっと行き来もしながら、勉強して。私の印象だと芸大の大学院の皆さんって、修士取るまでに2年で普通は取れるんだけど3年いらっしゃる方多いですよね。そうですね、どうしてですか？やっぱり身分がなくなってしまうよりも戻ってくる場所があるというのはとても心強いですし、もともとがその先生のおすすめでウィーンの方に交換留学という形で最初出たんですけども、そういう、学生の身分であるということが必要だったというのもあります。なるほど。留学先ではそのウィーン国立大学にいらしたということなんですが、どんな生活をされるんですか？よく音楽家の方って、留学されますけど留学先で何やってるのかな、遊んでるのかなとか、いろいろ考えてしまうわけですね。どんな生活をされるものなのかなというのをぜひ。遊んでるようなものかもしれない。でも本当に勉強はしました。どういう勉強されるんですか？大学 その先生も本当に国際的なプリマドンナでいらしたエリット・マティス先生についてなんですけれども、素晴らしい。今も CD も YouTube も、いっぱいあります。じゃあちょっと留学をしてる時ってどんな生活を送られてるものなんですか？とても楽しい生活を送っていたと思います。まず言って語学ができないとしょうがないので、ドイツ語のクラスに毎日通いました。そして、学校が始まると、大学に通って、で夜はもう毎日のようにどこかのコンサートやオペラを見に行って、もうほぼ立ち見ですけども、並んで立って、もうワグナーでも何でもだんだん見てというような。ワグナーなんて4時間5時間かかるのにずっと立って適当に座れるところがあるんですよ。で人がいないなとか舞台暗いなと思ったら座り込んで、あ、主役出てきたって言ってたんじゃないかって見てました。じゃあ留学してる間にその学校に通われていたわけですよね。どんな先生に習われていたんですか？
はい、もう世界的なプリマドンナでいらっしゃったエリット・マティス先生、ね、おーおー超有名な方です。超有名、すごい素晴らしい歌手です、はい、CD とかいっぱい持ってます。はい、もう本当にあのなんか気品、気高くて、でも歌ってくださる声 もう金色の帯がこの辺にこう見えるような、本当にあの美しくて素敵でした。でもあの週に、普通の先生は1回ずつレッスンがあるんですが、先生はあのザルツブルクに住んでいらして、で2週間に1回ウィーンの方にガラガラと荷物を持って来てくださっていました。でその2週間に1遍レッスン、はい、エリト・マティス先生のレッスンを受けて、はい、他にはどういうことを大学では学ぶんですか？はい、大学では私はあのリート・ラトリオカがそのマティス先生で、あとオペラ派の方も在籍してたんですけれども、そちらも、指揮者と演出家とピアニストの先生方のチームで3クラスありまして、そのどこかに所属をしてオペラ公演のため の授業を受けていくという、そういうことを。どんなことを具体的に習うんですか？はい、もう指揮とピアノの先生にはもうあの作品についてですね、そして演出の先生にはあの演出の、稽古を受けて、であの大学があのウィーンの中央にもあるんですけれども、声楽科だけ、シェンブルン宮殿の目の前にありまして、でシェンブルン宮殿の中に小さい劇場があって、でそこであの定期的に大学の講演をしていたんですね。そこであのホフマン物語ですとか、あとはウィンザーの妖怪の子たちとか、そういったものも歌わせていただきました。素敵な作品です。シェンベル、ね、シェンブルン宮殿の中の劇場で主演されるなんて、なかなかの経験ですよね。本当にあの小さくて、で普段の稽古からそこであのできたんですね。なのでとても恵まれている環境だったと思います。そうなんですね。あの日本の場合はあの劇場っていうそのオペラの、ね、専用の劇場っていうのもありませんし、その大学の中でそのオペラのために作られた舞台でいつもそこは使えるなんていうところは音楽大学の中でもやっぱりないんですね。あのホールは何人でも使うようなホールしかないので、今みたいなそのアウィーンの、ね、環境はとても恵まれているんじゃないかなと思います。素晴らしいですね。はい、作品を指揮者と勉強するって具体的にはどういうことをするんですか？はい、まず新しい作品をあの学ぶ時にあの楽譜から自分でできるだけのことはあの勉強する必要があると思うんですけれども、あの音符ですとか言葉ですとか、あるいはあの相手役がいるようなものだったらどんな風に話が進んでいるのか、とがき、ここはこういう動きがあるよとか、あのここで出たり舞台からいなくなったり、そういったことも全部書いてあるので、まずそれを学ぶんですけれども、あのその時にあの例えばこのタイミングでここは少しゆっくりするよとか、フェルマータするよとか、そういったようなこともあの指揮者の先生の手を見ながら一緒にあの音楽を作っていくということをします。というのはあのそれはあの、まあ、あえて聞くのですが、それは例えば楽譜にはこう書いてあったりとかして、楽に書いてあるだけだとちょっと十分じゃないっていう、そういう感じなんでしょうか？そうですね、やっぱり楽譜は、まあ、あのただ紙ですからでそこからあの立ち上げて実際 あの音楽にしていくというところで、あの、まあ、第二次創造者っていうふうに、ね、あの演奏家は言われますけれども、あの自分たちの演奏次第でその作品がどういう形になるかというのが決まってくるわけですから、それをあの作り上げていくということをしています。なるほど。まあ、お洋服でもね、着方はね、着るモデルさんが変わるとちょっとあの風情が変わったりしますよね。それと同じで楽譜から、まあ、同じようにあの演奏をしていてもですね、あの少しずつその人の持っている声であるとか、その人の持っているこう、まあ、クラリティ、クオリティがありますね。それに合わせて音楽って変わっていくんですね。そういうものを指揮者の人と詰めながら宮部小牧のホフマン物語を作っていくと、そういうことでよろしいでしょうかね。はいはいはい、はい、素晴らしい。それでまあ帰ってきてからまあお仕事をね、日本でオペラ歌手としても、あのオラトリオの歌手としても、あのもちろんあの宗教局のいろいろなこともされていらっしゃってます。すごく大活躍でいらっしゃると思うんですけれども、あの、まあ、お仕事を特にオペラの場合ですね、まあ、準備するときってどういう準備をされて、あのお稽古場に行くとか、どういうその公演までにどういうステップを踏まれているのかって、ぜひ教えていただけますか？はい、はい、
先ほども申し上げましたけども、やっぱり楽譜にまずはしっかり当たるというのが大事ですね。で、歌の場合はどうしても言葉がありますので、日本語のオペラももちろんたくさんあるんですけれども、外国語のものを歌うときに、イタリア語、ドイツ語、フランス語、英語ももちろんですけれども、あるいはスペイン語だったりロシア語だったりといったものを読んで、ちゃんとその自分がセリフとして喋らなきゃいけないわけなんですね。なので台本もまずしっかり読みますし、でその中で自分の役がどういった役割を担っているのかということを考えながら、その一つ一つの言葉を辞書を引いて意味を書き込んで、そしてマーカーでいろんな役が出てくるときには、だいたい自分の楽譜がどこなのかわからないから、私はお気に入りはちょっと山吹色のマーカーなんですけど、コピーしても黒くならなくて目立つんですね。でそれをこうやって定規でビーッて引いていきます。それで何回も読んで、でもたくさん歌うところがあるとか、長いオペラだともう気が遠くなるような時もあるんですけれども、それこそウィーンのフレペティの先生が、1日1ページでもいいから少しずつ少しずつやりなさいという、それは地味な作業だと思うんですけども、そういう楽譜を学ぶというところにすごく時間をかけます。で、それと並行して声を出していくんですけれども、言葉をしっかりしゃべるディクションをそのネイティブ先生に教わったり、楽譜を歌えるようになったら、今度はピアニストの方にオーケストラのところを弾いてもらったり、自分のついている歌の先生にこのレッスンしていただいたり、そういったことで少しずつ少しずつ仕上げていくという形になります。はい、ディクションというのは、発音ということだと思っていただけるといいかなと思うんですね。同じアでも英語のアと、イギリス英語のあとアメリカ英語のあも違いますし、ドイツ語のあも違うし、ちょっとずつ違うわけですよね。で、シーンもちょっとずつ違う。そういうものを、現地の人がおしゃべりしているのと同じように聞かせなきゃいけないので、きちんとした発音で発語できるようにするというのをディクションというふうに言います。はい、そうやって準備をして、それでお稽古に臨む。はい、じゃあお稽古に臨むまでも大変な苦労が。そうですね、もう最初のお稽古は、お稽古というか最初のその、オペラの稽古ですね、ドキドキですよね。そうですね、はい、実際ドキドキです、ドキドキです、ドキドキです。みんな特に今私たちがやっているオペラがあるんですけど、それはもう世界でも4回しかまだ上演されていないオペラですし、特に宮部先生の役はですね、難しい。あれを歌える人がいるとはと美しく歌ってらっしゃるんですが、はい、それで今のね話した次の公演については別に2人で対談しているのがありますんで、詳しくはこの概要がこの辺にあるのかな、概要からです。よろしくお願いします。はい、それで、ではですね、最後にちょっと万人に分かりやすいことということで、喉のケアのお話をしていただきたいなと思います。もう私今風邪ひいちゃって本当ダメなんですけど、喉声帯腫れちゃってるんですが、すみません、はい、どういうふうに喉に気を使っているとこんなに美しい声が保たれるのかというのをぜひ教えてください。はい、やはり乾燥は大敵ですね。しっかりと潤して、そして喋りすぎない。楽器がここにありますけど、代わりが効かないんです。お金かからないんですよ。お金かからない楽器なんですけども、替えが効かないから、もう生ものだというところですね。だからどんなに準備してきても、本番の日に風邪をひいてしまうと、やっぱり 100% の力が出せないわけですから、もう日々の生活からが全て本番につながっているということにはなっています。なので、水分をよくとる、そして、睡眠ですね。睡眠、よく寝た日の翌日はつやつや潤っていますね。はい、そしてよく皆さんお肉を食べるって言いますけれども、直前に食べてもね、ちょっとお腹重いので、2日前ぐらいにしっかりお肉食べるっていう方は多いんじゃないでしょうか。そうですね、多いですよね。よくそういう方いらっしゃる。ね、あと人によっては、はい、コーラの無派の人とかいますよね。あ、そうですね。いろんな主義の人がいます。はい、でも
あんまりこう活躍されているオペラ歌手の方には、私はいつも思うんですけど、あんまりややこしいこと言う人いないですね。そうでもない人だと、あの食事は喉に悪いとか、あれをすると喉がとか言うんですけど、いつも思ってるんですけど、そんなに弱かったら仕事にならない。そうなんです。なんか丈夫なことがやっぱり才能の一つになるので、もちろん努力が一番ですけど、ね、もう丈夫でないといけないなっていう。私はそんなに丈夫じゃない。いや、あの丈夫というか使い方が上手っていうんですかね。そのなんか、まあ、声帯って本当にこんなにちっちゃい楽器ですから、でしかも筋肉でしょ。それをこうやって震わせて私たち出してるわけなので、まあ、その使い方をちょっとでも無理をしてしまうと、あの声帯にすぐ結節ができてしまったりとか、すぐ出血をしてしまったりとか、だってとんでもなく大きい声出してるわけですからね。やっぱりちょっと普通の人とは使い方が違うわけなんで、あの無理をかけてるのですぐ故障しちゃうんですね。まあ、故障しないようにいいポジションでずっと歌い続けないと、こう一線をずっと保っていくわけにはなかなかいかないんですよね。そうですね、はい、今日は宮部先生にいろいろ伺いました。どうも本当にありがとうございました。